どうも、宮城県仙台市お笑い集団 T ライズで作家をやっています山内千代文と、はい、宮城県仙台市お笑い集団 T ライズチョム加藤38歳、芸歴10年です。お客さんからはよく膝から上がキモいって呼ばれております。占い師さんによると前世は下駄箱ということであります。親の年金で暮らしています。よろしくお願いいたします。働いてください。はいはい、チョムさん、すごい臭いんですけど何日お風呂入ってないですか？4日入ってないです。で、リュック背負ってますけどなんでですか？はい、今ちょっと親と喧嘩していて家出中で車で暮らしています。38歳で38歳で、はい。ね、はい、そうです。で、車でちょっと寝泊まりしてて朝、うん、コンビニで、うん、たまたま小学校の登校時間で小学生かわいいなと思って、まあ、ぼんやりと眺めるというか、ガン見してたんですよ。うん、したら、こう交通整理の緑のおばさんっているじゃないですか。いるね。緑のおばさんの人が、まあ、ひとしきり小学生がはけた後に、うん、私が住んでる車につかつかと寄ってきて、うん、ちっちゃい子をそんな目で見るもんじゃないよって、真摯に忠告されました。そんなチョムさんの最近のお仕事は？はい、最近のお仕事は、小学生の PTA の方とかが見る、もしも学校に不審者が来たらという防犯ビデオに出ています。小学校の荷物を盗んで、校庭でさすまたで追いかけ回されてるのが私です。よろしくお願いします。頑張っていきましょうね。はい。あと、親と仲直りして。そうですね。ちなみに喧嘩の原因は何だったんですか？喧嘩の原因は、お母さんのプリンを食べたことです。お母さん許してあげてください。よろしくお願いします。